ます。おはようございます。おはようございます。おはようございます。ニッコニッコニッ。やった。やった。はい、ということでね、今日もね、月曜日のロマンスチューブ的なやつやってきます。はい、やってきます。今日のゲストは、いぶきと、ヒカルです。はい、ヒカルです。いぶきです。こんばんは。こんばんは。ということでね、NG コメント早速出てたよ。大体ミスは大丈夫です。あ、そうだね。その辺は。そうやって、ね、皆さんにすぐ死ね死ねって言うのやめてください。シレックいねえよ。いやいや、言ってますよ。いやいや、言ってますよ。キャストだよ、これ。はい、ということでね。まあ、ここね、すごい身内なんですよね、そうなんですよね。多分、ね、本当に。ジュラシックパークも行ったし。そう、ジュラシックパワー行った時も、ジュラシックパークね、もう、まあ、もう一人いたんですけど。一緒フローも入ったしね。いや、それは、それは一人で。お風呂は入ってないかな。あ、むしろ、まあ、向こうに、ね、風呂っていう文化がなかったからね。そうですね、シャワーでしたね。もう、一人で熱中症になってて。そう。面白かったですね。ハワイにいくら持って行ったの？あの、0円で。両替ゼロ。両替ゼロで。プライスで。意味がわからなかったけどね。0円で暮らせる国なんだなって。会長のアルバイトして生活してたから。そう。何しに旅行行ったかわかんねえから。そう。もう日焼けしてね。熱中症やって。もう本当に。いやー、めっちゃ歩くの遅かった。で、なんか、まあ結構日焼けしたじゃん。黒くなったじゃん。でさっきね、そう、BB クリームの下りが BB クリームありましたけどね、あの僕のね、黒い BB クリームありますよ。いい、もうその下りあるんですか。いやー、面白かったな。じゃあね、ちょっと自己紹介からね、行こうかなと思うんですけど。そうですね、どっちから自己紹介したい？じゃあ僕から、ハードル低いうちに。ハードルが低いうちに、ヒカルからね、自己紹介お願いします。はい、すいません、僕はヒカルと申します。副船長やってます。で、まあ本営枠がちょっといっぱいなんで、まあこれから巴でやっていこうと思ってます。以上です。はい、はい、じゃあ、いぶきさん。はい、いぶきです。チーズ、チーズ、せーの、それチーズ、せーの、それやらねえよ。内容がない人間みたいになっちゃうからね。そうね、そう、自己紹介、自分でいいとこ言ってるじゃん。自分でいいとこ、脱ぐ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 とこ、見せて、見せて、見せて、チンチン出すところかな。ダメだよ、マジで。ダメだよ、マジで。本当ダメだよ。新宿区では脱がないようにしてた。そうそう、豊島区入った瞬間。あ、そう、豊島区入った瞬間、やばいだもん。そうそうね。目白エリア入ったらやばいもん。あそこでしたよね。新目白通り越えてから脱ぎます。そうだね。大体脱ぎ始めた。そう。ここないとね、ワンちゃん持ってない。いや、いつもボーダー着てるって、これ俺のことじゃないかよ。いつもボーダー。だって、こんなやつでも日給8000もらえんのって書いてある。これ、キャストだ、これ。でも、大体前借りでなくなってるんじゃないですか。あ、そう、もうね、毎日ね。前借りのレパートリーは、どういうふうにお願いしてるの、前借りは。あ、もう、もう大体もう、低い姿勢から入って、もうアフターがあるんです。なるほど、そう。全部嘘。もう二度と使えないからね、もうそうね。内勤さん見てるから。そう。だって、この前内勤さんに、いいから金出せばいいんだよって、僕にボソッとつぶやいて。いや、言ってねえよ、最低だな、お前マジで。働かせてもらってる人間の言うことかよ。前借りでさせろやってるから。ありえねえわ、マジで。ビビる。これ英語勉強して英語でお願いしてる。待ってください、コメントでチンコ出してって言ってます。せーの、それ。行ったれ行ったれ、せーの、それ。行ったれ、行ってもいいけど、もう打ち切りだからね、この番組。もう大概もうこれね、あれでしょ、これ。え、何これ、この辺出せって、これ全部キャストじゃないですか。いや、わかんないけど。いや、でも見たいと思いますもん。いや、だってこんなイケメンだったら見たい。いや、てか大体初見でさ、これ出すってわかんないし。さすがにね、まだいないんじゃないの、こうチンコ出してるって。いるのかな。ちなみに、伊吹さんのチンコ数をこうやって出すのはダメなの。え、ダメだね。ダメでしょうか。ダメなのかな。いや、ダメなのかな。カメラの8割がそれなんですけど。なんでダメなのかなって。硬いね。硬いんですよ。ハワイだったら OK だよね。そうなんですよ。そう。ハワイで大体裸でしたもん。そう。お、10万ボルトしてってコメントあります。一瞬ピカチュウ10万ボルトだ。ケネガリスキャッチやめてよ、マジで。かわいい。そんな、これ絶対さ、見る、マニアックだな、しかし。真ん中のファンでやろう、生意気、うるせえ、くたばってしまえ。晒しましょう。このうんこみたいな顔しやがってよ、マジで。便器の中にも帰れ。多分184つけてますよね。大体184だけどね。
名前入りのやつなんか一人くらいしかいねえ今日な。本当ですね。千人ですね。はい、ちょっとコメント返していこうかな。イブキさん、イブキさんチーズ。イブキさん37歳って来てますけど、実際今年40に上がってる。40に上がってる。39です、大丈夫。40って。38上がったっけ？言ってないわ。でも見た目36だったらいいっすよね。まだまだいい。そうだね。2個下に見えてる。ああ、まあ逆。そうだね。全然若く見られてる。2人とも年齢は？俺29っすね。僕28です。うん、僕27。あ、違った。29っすよ。持った。持ってないよ。20じゃん。ここで1個違いって覚えてたから、嘘つくと僕まで嘘つく羽目になる。俺29じゃん。僕が29っす。いや俺も20。来月30。来月30だよ。そう、来月3日30なんですよね。28。変な盛りやめてくださいよ。そう。結構ここ考えるとね、ロートルなんだよね、3人ともね。ああ、確かに。年季入ってるよ、本当に。スラブで言う自陣ポスに入るんですかね。そうだ、自陣ポスに入るかもしれない。戦闘力伊吹さんって書いてある。ちゃんと測ったのか、お前。伊吹くんイケメンすぎ。もう絶対これ、バカされてるよ。しかも同じコメント同じ人でしょ、これ。うん。誰だ、これ。R 平さんかな。R 平さんかな。ダメだよ。ロイさんの名前出しちゃダメですよ。そういえばオープニング行ったっけ。あれオープニングってさっきのじゃない、違ったっけ。あ、T シャツ、あ、T シャツ、これ多分日崎さんかな。日崎さんがディスってる気がするな。T シャツがダメだって、うん、無視します。ロマンスね、ノルマはね、ないじゃないよね。なんか自分たちのなんか目標とか決めるけど、別にそれ超えなかったら何とか、そういうものは何もないよね。うん、罰金がかかるとかもないんで、はい、楽ちんちゃ楽ちんだよね。うん。どういう教育してんだよ。熱中症になって目の薬が手放しちゃいました。あ、そうそうなんですよ。同じ部屋でしたしね。うん、そう、同じ部屋だったね、ハワイね。そう、うん、俺なんか別の部屋だったのにずっと入り浸ってたから、ね、いましたね。目はこの上ないみたいな。だってチップ僕たちの部屋で払ってましたからね。なんていうんですか、うん、そのハワイってチップを払う文化だから、うん、その枕元にハウスクリーニングのチップを払わなきゃいけないですけど、僕の部屋で払ってますよね、うん、僕たちの部屋で。ね、うん、なんかね、2人部屋なんだけど、うん、なんか予備のベッドみたいなのがあって。今更おしゃれしてどうしたんですか。ん、今更おしゃれしてどうしたんですか。私なくしたのか。あ、俺昨日時計なくしたんだ。え、嘘、マジですか。あらららら、ごめん、この時計なくしたくだりはあんま落ちないから、あんま喋りたくないんだけど。はい、朝起きたら時計がありませんでしたみたいな。さっき、あ、し、あ、オープニング、じゃあね、オープニングいくらしいんで、はい、はい、タイトルコールってやったけどね、ないからね。はい、どうぞどうぞ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。あんなか MC 降りるのマジで。すげえコメントしてるな。ふといぶきさんしてみます。あれオープニング終わった。あ、終わったね。あ、終わってますね。まじまじと見てたけど、はいはいはい、あ、本当だ、終わった終わった、だ、はい、気づかなかった。いぶきくん真ん中来て、なんかね、PO6565 がね、ごめんね、なんか184のにわざわざアカウント読んだって、ごめんね。この184がすげえいぶき推しなんだよね。なぁ、なるほど。ありがたい話ですもんね。ちょっとなんか MC トーク見せてやるよ、いぶき。それの MC トーク、どうしよう。お、ジャケット着てていいんすか、服着てていいんすか。誰や。いいに決まってるでしょ。うん、あ、来た、あ、どうもどうも。無理でした。やっぱね、まあ、なかなかね、なんかそういうね、いきなりその話を進めていく MC になるって難しいっすからね、ぶっちゃけ。そうね、すげえわかるよ、ほんとに。焼きそばパンやって、焼きそばパン。焼きそばパン。似てますね。チリメンジャコ、ベビースター。ね、これね。チュレックイケメンって。チュレックいねえから、今日。いや、俺のことや。チュレックね、昨日、うん、なんかね、すげえ飲んでたよ。ました。なんか言いたいことあったんだけど、さすがに言えねえなと思って。なんだよ、マックスいぶきって。デリヘルの名前みたいじゃねえかよ。あ、マックスいぶき。池袋にあるなんかデリヘルの名前みたいな、あれだな、押し方だな。マックスいぶきってなんだこれ。救助したわ。
今日のトークテーマですか。今日のトークテーマ、トークテーマどうしますか。そんなものねないんだよね、トークとかね、うん、テーマを決めて喋るもんじゃないですけど、なんかある、うん、なんかお前らのなんかちょっとこういう話聞きたいとかないの。逆に聞きたいですね。あったら楽だけどさ、うん、ないんだったらなんかもうこうまあちょっと、うん、僕らのこう日常というかで日常会話を、ヒカキンイブキン、おかしくねこれ。これツバキングですね。ああそうだね、これねツバキングがやってます。なんか内部のもの、焼きそば食わねえぞマジで。動画見せるのは OK ですか。あ、動画、あーの後拾わねえのかな。拾うこと雑だな。出航しようぜって言ってますよ。出航したいんだけどね、なかなかね、こんなとこでやったらね、潰されちゃうからね、やめなきゃロマンスクビになっちゃうからね。あ、何のお酒が好き。何のお酒好きなの。ビールですね。もうビールビール、ひたすらビール、本当に、居酒屋って本当に何も静かに飲んでるけど、ビールがまずい。静かではない。この前ね、まあ、歌舞伎アルプスってところ居酒屋さんあるんですけど、はいはいはい、僕のお客さんと、うん、僕と伊吹とで飲んでた、まあ、2つ付き合ってもらってたんだけど、うん、したらなんかもうすげえ酔っ払ってる2人とも、うん、なんだこいつらと思ってたんだけど、心の中で。そしたらなんか、いやまあコールするじゃない居酒屋で、そしたらもう店員、ちょっとね、まあ、オブラートに包むとマジで、すごいファッ、丸い店員さんが来て、なんかいぶきに、うん、もうここうちへコール禁止なんで次やったらお会計出しますからみたいな、すげえキレ気味で言われてて、あ、俺記憶ない。あ、俺ちょうど昨日タイムリーになんかそのうちの従業員がそのアルプス行ったらしくて、なんかそのなんかその変な おかしな酔い方をしてなかったみたいな LINE が来て夜中3時頃、アルプスいるんだけど店長から言われたっつって、いやそう俺っつって、いや多分他人の空にいない。いやお前しかいねえだろうが。いやそうおとなしいからっつって、いや覚えがない覚えがないみたいな、それは本当に俺ですかってすごいしつこく確認したら、うん、写真を見せられたっつって、うん、俺だったっつって。多分それだ、あれ船長、そうだ忘れてた。そうだ、バチ切れされたよ、すげえ怒られてたからね。怒られたって言ってましたもんね。嘘、怒られてたよ。え、俺言ったじゃん次の日。ニコニコ本社行った前日の話ですよね。そう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 、あれですよね。ああ、あれ全然記憶ない。記憶ないで何でも済まされちゃうからね、マジでね。うん、あ、飲んで記憶とかなくす。飲んで記憶はなくしますね、うん、俺もなくすんだ。うん、じゃあ次の話いこうか。俺一人で飲んでカラオケ、一人で飲んでもう帰り道とかカラオケパッと入ったってして、ね、飲んでやるともう記憶なくなってる。一人で帰り道カラオケ入ることないから。誘うと行かないんですよ。あ、そう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 、なんか誘うと、そう、人とカラオケ行くのあんま好きないから恥ずかしいって言ってたんですけど。あ、恥ずかしいね。あのマイク、ま、あ、もういや、出すら別にいいんだけど。よくないよ。マイクを持って画面を見てる顔を見られるの、これ何より嫌だね。何それ。なんかでも嫌なんだよね。何それ。なんかすっごい恥ずかしくなっちゃって。そう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 。いや、伊吹さんのラストが聞きたいな、マジで。いつになるのかな。本当それ。お母さんがコメントしちゃったな。え、お母さん、これは、うん、お母さんか。ロマンスの人もアルプスみたいなとこ行くならもっとなんか、いや、高いとことかね、うん、あ、でもこの前行きましたよね、3人でどこ行ったっけ。はい、なんかオロチョンからのいろいろ行きましたね、高いところを巡って。そう、言っていいよ、俺は全然言っていいんだけど。ああ、なんか行った行きましたね。行った、はい、でも朝方フィー、あれでしょ、途中まで具合悪かった、あれです、ね、ああ、そうそうそう、はい、でびっくりしたよね、あれね。伊吹さん、締めいくらですか。俺、3000です。安っ。何でマニュアル通り言ったんですか。安いなぁ。そんなことあるのかなぁ、うん、あ、伊吹くん爆弾してるよっていう、ちょっと、お、何してんの爆弾。なんだろう、記憶なくしちゃったりかな。記憶なく、はいはいはい、記憶なくすのは爆弾のうちに入るね。なんかね、今日俺社長から LINE が来てた気がするんだけど、はいはい、何だったんですかな。好き勝手やれってことですよね。そうそうそう、単で、はい、伊吹さん普通に寝てるから大丈夫ですか。どこ行くの。自宅かお前マジで。自宅なのかよ。そうなんですよ、なんか他の店の探偵とか置いてあるのそれ勝手に泥棒してきちゃうから。勝手のやめてよマジで。勝手の探偵泥棒とかね。ダメ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 。伊吹さん、万引きしていいのはファミマだけですって。あ、そうファミマだったら。そうじゃねえよ。そうなんですか。あ、そうだね。泥棒って書いてあります。え、
え、イムキ泥棒？あ、泥棒だよ、退場退場。イムキ退場しねえよ。でもね、まあでも後で買ってくればね、いいからね。うん、そうそうそうっす、うん、コンビニと同じだよね。はい、あ、それ口実に前借りしちゃえばいいじゃないですか。ああ、なるほどね、はい、やっちゃったんです、飲んじゃったんで、うん、前借りさせてくださいって言って、次にいつも通りマルハンに突っ込めば大丈夫。やってないから、パチンコなんて言ってる、やってないよ、パチンコとか。何考えてんの、頭おかしいんじゃないの。でも、LINE 来るんですけど、バカなんだこいつね、ほんと。なんかお金が増える、お金が増える魔法の機械があるんですよ、紹介されて。あ、それがあれでした、うん、深夜帯のやつでしょ。あ、もう、あ、まあ、深夜帯のやつでしょ。40円とかでしょ。あ、そう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 、40円のレートも、はい、あの、日本円じゃない、なんか効果ですよね。そうそうそう、あ、いやー、ねえ、もう確信犯だよ、これで。もう嫌なんですよ、もう、そういう、やっぱ、あの、何、ね、うん、ゴミクズだね。うん、そうそうそう、イブキ君最低とか、はい、イブキ君が LINE ID 載せても LINE しないよ。うん、お、うん、タイム、うん、タイム切りして、あ、ごめん、見てなかった。じゃあね、ね、じゃあ、イブキさんの CM 振っていいよ。そうですね、はい、3、2、1、うん、じゃあ CM でどうぞ。わかるか、早い、今日ちょっと会いたいな。ちょうど CM の時に、ちょっと、いぶき、上脱ぐみたいな。そうそうそう、なんか話してて、ね、そう、CM の間に上半身脱いでたら面白いんじゃないのみたいな話してたんだけど、はい、いぶきさん曰く、いや、俺にプラスがないよ。そうそうそう、言ってました。そうそう、意外と、意外と酔ってない。意外とまともな思考回路。結構サービス精神旺盛なんだけど、あの、もうね、プラスないからね、ほんと。そんな普通なこと言われるとは、もう全然もうね。僕は結構散々もう、いぶきさんのね、あの、もうね、もうみんな全部見てますからね。もう全部見てるからね。あ、プラスしかないらしいですよ、上半身脱いだら。逆にプラスしかない。はい、ロマンスって敷居が高くて聞きづらい。いや、まあ敷居高いく思われてる人もいるんですけど、まあ高いんですけど。そうですね、高いですね。まあ別にそんな、まあ、でもクソ高いわけじゃないよね、多分思ってるより普通だと思う。はい、うん、まあそんな、まあ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 、あと担当次第ですよね。そうね、誰を指名するかにもよりますよ、うん、ゴミ店よりはいいかなぐらいで、はい、うん、トイレ綺麗だしね、トイレ。そうですね、トイレに住めるもん。あ、俺もトイレ住める。そう、住める。俺だって現に俺トイレに寝てたことある。俺も寝てた。え、女子の方でしょ。女子の方、女子の方。そうですよね、あの全体ミーティングの時に。ああ、そう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 、あの、はい、胃が痛くなって俺トイレから出なかった。俺トイレでミーティング過ごしたの。そうそう、ね、あったね、そんなこと。すげえ怒られた。そうそうそう、言ってました言ってました。何考えてんだみたいな。そうそうそう、それでも嘘って聞いたじゃないですか、僕。嘘、嘘なの。あ、嘘らしい。社長とか内勤さんには嘘だ、そういうふうに、そういうふうな形で話はしてた。お腹痛いって言ってて、はい、ただ眠かっただけだった。ただ眠かっただけです。クズ野郎じゃねえかよ。いやいや違う、胃が痛かったんだよ、倒れてたんだもん、ほんとに。俺なんで毎日胃が痛いのじゃ。ほんとですよ、うん、僕の人間じゃねえな。やめてよ、女子トイレ引いて。女子トイレ別に掃除するでしょ、女子トイレとかさ。いや、ね、逆に従業員が入ったら掃除しますもんね。そう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 、掃除して出てこなきゃいけないんですよ。なんかね、すごいね、うん、なんか俺初めてロマンス入った時、はい、そのまあ、女子トイレの掃除だったかなんかで見たの。何ここって思ったもんね、うん、普通に何畳ぐらいだろう、3畳4畳半ぐらいですか。4畳半まで行くよ。 4畳半、はい、4畳半ぐらいあるかもしれない。本当に、うん、まあ、でもそれぐらい広くって、うん、びっくりしました、ね、超綺麗ですね。住めると思ったもんね、うん、あそこね、うん、住める住める、男子トイレは住まないけどね、うん、そうですね、うん、誰か入っちゃうと、誰か下坊入ったらもう誰も履けないから。そうなんですよ、
土日だけでも働けますっていう人がすごいいっぱい言ってますけど、土日だけでも全然働けますよ。そうだ、俺なんか、ね、その、うん、まあ最初、そうですよね、そう、まあ、僕、うん、去年の10月ぐらいに入ったんですけど、うん、最初の10月、11月とか1ヶ月に4回、5回ぐらいしか出勤しなくて、はいはい、いぶきの家くらいあるね、はい、だって、いぶきさんも週1ですもんね。そう、俺も週1ぐらい。いぶきの家くらいあるね。これトイレの下りまで続いてるのこれ。そうそうそう、ラグ、もうちょい広いよ、ラグがあるからね。ラグがある、そうそうそう、締め日が迫ると胃が痛くなる。やばい、痛くなるよね、間違いなく、うん、やっぱ伊吹さんみたいに売れてる人は違うかもしれないけど。そうなんですよ、まあ、僕らみたいなペイペイだとやっぱ締め日になると、ね、やっぱ焦っちゃうんですよ。また考えて、ね、辛いなって、女騙さなきゃなみたいな。俺も飲んで忘れちゃうからもう。わかんないけど、次の日怒られるパターンですもんね。あ、もう忘れちゃう、忘れちゃう。俺なんか怒られますもんね。あ、そう、怒られたこともまた先で忘れちゃうからね。はいはい、そう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 。いや、今月、先月ね、だって、まあ、ここだけの話なんだけど、はい、俺入金67万漏れて、ああ、いやー、もうね、もう破産宣告しようかなと思いましたもんね。はいはいはい、うん、それでも伊吹さんまた居酒屋起こってね。居酒屋起こってね。お、居酒屋これは何や、これは良平さんぜひ見ててほしいです。良平さんに見ててほしいですね。あの前借りは大体居酒屋です、ね、そうですね、ナンパです、ナンパしていい、すぐ、ね、お、アルプス、アルプスらしいです。アルプス奢ったの近いとこで奢ったな。はい、うーん、メダカ、メダカ、これはかなり、うん、かなり絞られてきましたね。そこなんじゃねえの、そこは応援してんじゃねえの。いけるわ、マジで、うん、私のこともナンパしてない。タクシー代も、はいはいはい、タクシー代も売ってんの、はいはいはい、はい、何の話か全然わかんない、これ実際、いや、おかしい、僕だからわかるんですけど、前借りする大体の本当の理由っすね。あ、本当に？そうなんですよ、タクシーで帰って、良平さんには、うん、あのキャッシャーさんには、その、うん、なんていうんですか、うん、いや、ちょっとアフターあるんでとか言ってるんですけど、うん、大体タクシー代って居酒屋をおごる体で前借りしてるんですよ。体？体で。え、おごってはないの？おごってます。おごってる。え、それはさ、その収穫になってるの、やっぱり。まあもうそうですね、まあ、趣味の世界、本当の話、趣味の世界、趣味の世界、本当の話するなって聞いた。本当の話、何がすんねん、バカかてめえ。嘘の話しよう。嘘の話か、伊吹さん超イケメン、本当だよ、マジで。BB クリーム塗らなくていいです。そうだね、はい、うん、そうそうそう、懐かしいくらいの、うん、そうそう、つい20分前ぐらいのくらいだから、そうですね、やってましたね、うん、え、まああれでしょ、なんかそのナンパした女の子を連れてこようみたいな。なんもちろんもちろん、うん、そうそうそう、うーんとね、あれあれ持ち帰ればいいって言ってたじゃないですか。趣味じゃーん、超趣味じゃん、ご趣味感でいいって言ってたじゃないですか。ご趣味じゃん、そうそうそう、趣味ね、趣味ですよ、もうなんか趣味、あ、何時出勤ですかって聞いてますよ。何時出勤ですか。僕、もういつでもいます。ずーっといつでもいます。大体いますよ。ヒカルは大体います。6、6時半、まあ7時ですね、オープンからいます、僕も。だそうです、はい、うん、まあ大体ね、まあ、みんな7時、8時ぐらいのいるよね。いや、船長は9時ぐらいじゃないですか、10時ぐらいですか。俺は10時からです。10時出勤、まあ、うちのナンバー2は10時出勤。いや、でもね、はい、ここご飯おごってもらいます。はい、うん、そう、おごったおごった、もう散々おごったよ ね、みんなに、ね、15、6万おごってもらいましたもんね。15、6万ぐらいおごっちゃう、はい、まあ、最初のあの利尻の下りはちょっとびっくりした。最初利尻行って、味噌おろちょんね、3倍だっけ、あれ俺頼んだ、僕たちは3倍っていう体で、そう、通常頼んだけど、ね、通常頼みましたけど、あのタイミングで尿意を催して、トイレ行って、逆に振ってるのかと思ったんですよ。いや、振ってないわ、だって俺よく大体タイミングあるとこトイレ行くじゃん。そうっすね、そうですよ。前もあれなんだっけ、蒙古タンメンだっけ、そうそうそう、俺初めて、そう、仲間で初めて行った時に、ね、北極ラーメンの食券を渡されて、何にも分かんないで、しかも5倍とか頼まれたじゃん。南極ラーメンか。ごめん、間違えた。南極ラーメンだっけ、うん、クラブ行きますか。クラブとかもう行かないでしょ。もうだ3人とかも年も年なんだよね、うん、そうっすね、そう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 、言ったらおっさんだからね、うん、クラブとかはさすがになかなかね、鼓膜破れちゃうからね。そうそう、そう、鼓膜破れちゃうから。そんなうるさくないでしょ。お、耳弱くてさ、お前でも言っても前借りに行っている部屋の方がうるさいですって。
あっちそう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 、ああ弾詰めてるからやってねえよ。なるほどね。パチンコね、なんかね、あ、ジュラシックパークおごってもらったろって。え、あ、これも完全身内でしょ。完全に身内じゃねえかよ。完全に身内でしょ。これ多分、多分椿さん的にこのコメントは金返せってことです。え、椿くんかなこれ。はい、え、椿くん来週のゲストが先に、この電話3回ぐらい入れるの、これ多分椿くんの仕業で。親同伴なら中高生入れるわけねえだろ、お前、ね、ゲームセンターじゃねえんだよ、うちは。本当にゲーセンの下りでしたな、これ。俺んちなら入れるけどね。おお、むしろ得意分野でしたっけ。インコ、やらんわ、やらんやらん。レアセンター入ってたじゃん。え、ジュラシックパーク、あ、そんな下りあったっけ。いいコメントが流れていました。え、ヒメック、私が養うって。お、来た。あ、マジで。いや、真剣なやつだ。でも割とそうね、無駄にプライド高いから。そうそうそう、無駄にプライド高いんだよね。そうそう、ね、いや、いいよ、養えるのは多分安い。嫌だ、俺嫌だ、うん、でもなんか家来るときにビール買ってきてくれるとたまに喜んでこれ出てくるポーンみたいな。最近なんかね、ちょっとみんなでいろいろやってないね。ね、そう、うちで、ね、俺この前花火捨てちゃった、俺家にやったの。ふざけんな。あ、違う、違うんですよ。違う、だってネズミ玉とかさ、家売ったの、花火。あ、お金なくて売ったって言った。俺が買ってあげた花火。そう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 。いや、マジなんか花火、去年、うん、今年の夏か、今年の夏、今年の夏に、なんか、うん、まあ、みんなでちょ、イブキンチ行こうみたいって、うん、で、僕ら集まる前に絶対コンビニの前でじゃんけんをするの、男気じゃんけんを。うん、で、みんななんか好き放ったらふくれて、コンビニなどの会計1万円とかで必ず超えて、そう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 、はいはいはい、いや俺とかもいらないけど、花火とかめっちゃドラゴンとか買ったの、めっちゃ噴射するやつ買って、うん、で、でも結局使わないから、こうイブキンチの灰皿の中にちょっと誰か間違って火つけないかなと置いといたんだけど、誰もつけねえしさ。これも何もないけど大丈夫。うわ、1分前すごいね。あ、1分前だって。お、はい、今日は早かったね。あ、そうですね、いぶきさん結構好かれてますね。全然今日店の話してねえな。ね、初回が8時半まで、あ、90分2000円なんで、この後ね、よかったらぜひ遊びに来てください。そうですね。じゃあね、いぶきとひかると海斗でした。はい、ありがとうございます。じゃあね、ぜひ遊びに来てね。ありがとうございます。1分前、結構30秒前とか出るからね、結構尺余るよこれ。おお、うん、あ、あ、脱ぐタイミングですよ今だよ。今だったら番にならない。今だったらパンにならないの。今だったら、あ、やばいぞ、顔赤いな、俺顔赤いですよ。うん、暑いなぁ。アキさんはね、またそのしばらくしたら、次回は椿と、トモヤを連れてきます。うん、ちょっとね、うちのね、若い勢いがある人たちを連れてこようと思うんで、うん、またね。船長、初回に興味ありません、間違いないです。初回指名で来てください、船長だったら。うん、わかった。でもなく溜まり込んだことに疲れ、何回目の錯覚だ、笑っていたろう、さっきまで使い込んだ仮面を舐め、楽だに紛れ込み死んでしまった純情、まして安定なこの溺れて この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。君がいる世界を。 Hey yo everybody、 この動画は夜遊びを楽しくする目的で作られております。ホストクラブのお店探しならナイトチューブ、総勢約1000人以上のホストたちとリアルタイムにネットで体感できる。もちろん全て無料でございます。見逃した放送はすべてこちら。パソコンはこちらをクリック、そしてスマートフォンは下の概要のリンクからチャンネル登録を今すぐ GO! チャンネル登録チェケラー。